い、今回はですね、ネクストパフォーマー、今まであの店舗限定販売っていうことで、数店舗の小売店さんに協力していただいて、限定で発売させていただいてたんですが、今回は受注生産という形ではありますけど、一応、取扱店舗様全部全店に、で取り扱っていただくこととなったので、ちょっとこのインプレッションを今していきたいなと思います。おい、早速釣れた。このネクストパフォーマーですけど、基本的に、予想してたところっていうのが、設計上予想してたところっていうのが、夏場の提灯のセット、今日は、力田マハード3を使ってますけど、こういう、ね、いわゆる夏場のうどんセット、ホタチョウとか、そういった釣り、もしくは、ヒゲトロ、バラケに、ヒゲトロを使った、提灯セット、うどんやヒゲトロを使った、提灯セットを、想定して、設計してテストを、繰り返してたんですね。で、やっぱりその中で一番肝、重要なところっていうのが、高浮力、ボディにすごく浮力があるっていうことがまず一番ですね。でこのネクストパフォーマーは、今うちの浮きの中では一番太い 6.5 ミリ以上の、素材、こちらの羽根を使って、高浮力っていうものを、実現しています。であとは次は、トップのストロークを、すごく重要視していて、めちゃくちゃ長いです、実際に。でその長さがあるからゆえに、バラケを持たせられる効果と、そこの間のストロークの途中の、動きですとか、そういったものも、演出できるっていうような形に設計されています。他のシーンとしては、夏場のセットだけじゃなくて、タンバリスの提灯両団子的なものも結構、使えるようになってますんで、ただ、うちの場合だとスプラッシュとかブーストステージグラスだとかっていうのが、グラスの中でありますけど、その中では一番馴染み込みの早い浮きになります。一番スーッと馴染んでいってしまう浮きになりますんで、魚が湧くような時だとか、タンパリスでも、もうすぐ棚に入れてそのまま当たらせたい時なんかには、使えるかもしれませんね。僕は使ってないんですけど、すっげー当たりしちゃった今これ。これですよね、このパフォーマーのすごいとこっていうのは、棚まで一気にガッて、持っていって入ってって、そっから、食わせなり、おでっけえらバラケなじませて、食わせなじませてってするんで、冬場のセットとは違って、より直線的に魚にアプローチができるっていうのが夏場のセットの、いいところですし、分かりやすいところになるんじゃないですかね。で今の、今の動きなんかも本当に深く馴染んでて、そこからズドンっていく
ね、当たりになったんで、うわ気持ちいい、すっげえでけこいつ。でも今回のセッティング、タックルのセッティングがですね、竿が今日はまあ10尺、正円忠介の10尺で、道糸がオーナーザイトの白の道糸の 1.05 で、上ハリスが、オーナーザイトさばきナイロンの、0.65 で、下が 0.55 で、上ハリスがセッサ、オーナーバリのセッサの9号で、下がリグルの6号で、ハリスがまあ上10センチの下45センチっていうセッティングなんですけど、で浮きがネクストパフォーマーの8番今日はね、使っています。でこれは、まあ、今日の地合いがどっちかっていうと、まあ、真夏っぽい地合いっていうよりは本当に端境期的な、まあ、春なのか夏なのかっていうのは、まあそんなとこもあったんで、ちょっと弱めのセッティングにはしています。でこれが真夏になってくれば、真夏になってくればもうね、8尺でネクストパフォーマーの10番とかっていうでっかいサイズを使ってより早く棚まで運んで、よいしょ、すっげー引くんだよね、より早く棚まで運んで、そっから魚に当たらす、うわいいヘラだ、本当に筑波このヘラは、よいしょ、ういま、そしてランク、浮きのランクをどんどん上げていって、より、まあ、棚に凝縮させる、棚に凝縮させていった方が、まあ、釣りやすくもなりますし、強い、より強い釣り、タックルももう、道となんかももう全然これよりも一回り二回りって深く太くしていったり、ハリス、ハリも、強くしていくっていう、まあ、セッティングにはこれからはなってくるんではないかなと思います。で、まあ、釣り方の基本も、まあ、冬場のセットと違うんで、冬場のセットっていうのはどうしても、バラ系の煙幕があるところにヘラが、まあ、寄ってきづらくなるんでね、冬の場合は、バラ系を上から抜いたりだとか、棚に入れてもちょっとだけしかまあ、ね、入れないで、あとは食わせだけの状態で待ったりとかってするのが、まあ冬場のセットになりますけど、夏場のセットっていうのは、深く入れといて、そこで当たらせる、まあ、接近戦って言われるやつですよね。バラ系をまあしっかり入れて、でまあハリスも、まあ、今日ちょっと長めにしてますけど、ハリスも短めにしといて、当たらせてくるっていう、パターンになってくる。でまた上張りを食ってきてもね、気にしないような釣り方にはなってきますん で今日なんかももうヒットパターンはほぼほぼトップ先端まで馴染んで、でまあ食わせのハリスが、まあ、バラ系の下に入ってきて、そこでまあ触った時はほぼほぼダーンって強い当たりしてくれるっていうのが、まあ、今日のヒットパターン、まあ、夏場のヒットパターンっていうのはほとんどそういうことが多いですね。そう、こういうふうになじませてって、まあ、ちょっと理想よりは甘いなじみしましたけど、これで今下針が今入ろうとしたところに今触って、ここで当たってくればよかったんですけど、バラ系がここからちょっと抜けちゃうようだと当たらないんで、これを回収で、次の一投はまたああいう風に甘くなっちゃわないようにちょっとしっかりめにつけてあげる。
で、まあ、一頭一頭のストロークがトップのストロークがあるんで、そういったところも、考えるっていうところも、まあ、しやすい、判断しやすいっていう気にもなりますね。そしてこうしっかりなじませて、今先端だけが残ってて、で、はい、クワセが今入ってきましたね。はい、これでクワセ入ってくる。でこれで軽く誘ってあげて、この状態で、これ完璧、これで当たってくれたらほぼほぼ持ってくるんですけど、ね、あ、ちょっと上がってくるのが早いかな、これだと。ちょっとで、まあ、夏場のセットですから、どん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 攻めていきながら、こっちからね、魚に対して攻めていくっていうのが夏場のセットですんで、そう、これでほぼほぼバラケが、はい、なじんで、クワセがから入ってきますね。はいはいはい、うっとっと、危ない危ない、まあ、触ってここで触っててくれてるんで、ここで当たってくれればほぼヒット。上がっちゃったらダメだ。これいい馴染みですよ。で、そう、これでバラケが馴染み切って、ここからクワセが入ってくる、入ってきました。これで、はい、入ってきたんで、今軽く誘いました。でギリギリで止まってて、上がっちゃう前に当たれば。すっげえ当たりしたら、今なんだこれ、こういうことなんだよね、夏場のセット。こういうふうに気持ちよくズバンとでっかい当たりがする夏場のセット、このネクストパフォーマーでぜひとも楽しんでください。またね。